ミス・ソ太タロウ大将10年12月24日は、明治の海軍軍人。官位は、海軍大将、肖蔵位、君位等、高二級、男爵、大見国出身。彦根藩士、ミスクマジロウの長男として生まれた。藩主、井ー直介が、ペリー来航に際して、江戸安防衛を担当した際、死を覚悟して事前に、総官員。 竜は明らかく王子児の戒名を手に入れて赴任したことに、ちなみ、熊次郎は、藩主の戒名から、最初の一時をいただき、長男を宗太郎と命名した。ミス本人も開国に準じた藩主を尊敬し、元服してもなお改めようとしなかった。明治4年8月、海軍兵学寮に入った。カリキュラムを終了するまでの7年間、兵学寮に泊まったが、 生徒の多くが、薩摩藩や佐賀藩の出身者で、彦根出身のミスには、居心地の良い場所ではなかったらしい。明治10から11年頃に、兵学寮を卒業したミスらは後に、兵学校第5期生扱いとなった。この5期生には、伊住院五郎元水、では重藤大将がいる。ではも、朝敵合図出身であり、薩摩人に独占されていた大将の座を初めて、勝ち取ったミス。 ではの出現は、海軍の反発重視の監修が慕れた象徴といえる。ミスガリでの座学を終え、練習館、筑波に乗り込んで、公開実実習に励んでいた、明治7年春に、生体の役、明治10年冬に、西南戦争と、相次いで勃発し、筑波は、練習艦任務を解かれて戦場に出た。が、ミスたち生徒は下官の命令を受けず、そのまま戦場に送られた。 練習生を乗せているためつくばは、広報支援任務に止まったが、形はともかくミスは、この二度の出撃で戦場を体験した。戦後の明治11年8月に終了し、小意保となった。小意昇進官で2年半、さらに中意昇進には2年弱と5年近い下積み、生活を、モ春、ション、セの乗組員として過ごした。中意昇進後の明治18年9月、 ミスは最新英巡洋館、何和文隊長に命じられ、イギリスまで完成した何和を引き取りに、初めて海外へ渡った。以後、何和で文隊長、法術長を、計2年間務める間に、大意へ昇進。浅間に乗り換わってからは、浅間、竜城、9ヶ月の地上勤務を挟んで、高尾、金剛の副長を歴任した。地上勤務は、横須賀鎮寺不参謀。 大学校と兵学校の教官といった比較的軽い任務である。長らく現場で着実に経験と実績を積み重ねて、きっとミスが突然に軍政の中枢部に招集されたのが明治26年9月である。この時ミスは人事課長を命ぜられた。海軍将校の人事は海軍大臣の専権事項であるが、艦隊司令官や海軍省、 参謀本部局長はともかく、艦船、部隊の将校人事は、大臣一人では、手が回らない。そこで、大臣官房の中に人事課を設置し、その責任者としてミスが選ばれた。明治30年12月に転出するまでの4年間、ミスが、士官人事を裁いたわけだが、この間に、日清戦争が起きている。勝利に必要な人員の配置。 公開回線での戦死者の埋葬や、保償の処理、補充人員の手配、終戦後の人員削減といった、人事上欠かせない、事務処理をこなす毎日が続く。この時の働きを評価され、日露戦争直前にも人事責任者として、海軍省に招集されることになる。この人事課長の任期中に、大祭昇進。明治30年、ようやく4年ものデスクワークを終え、 久々に、妻艦長として会場に戻った。半年後に懐かしい、何は艦長に転出、同年末に新巡洋艦、出雲開港のために投影したが、出雲が未完成のため、代わりに戦艦、朝日艦長に移動して、朝日を日本まで開港し、明治33年に帰国した。ミスの艦長生活はこの4年間で終わりを迎える。明治34年7月、 ミスは少将に昇進すると同時に、人事局長に任じられた。かつて大臣官房の少所隊だった。この部署だが、日露戦争に向けた軍閣に対応するために、巨大化した部署である。人事課長時代に比べても扱う辞任は増大し、ミス自身が手を入れる役職の地位も高いものになっていた。山本権米海軍大臣は、総司令が、日高総野城大将では、 勝利できないと確信していた。山本が日高を更迭して、東郷平八郎を連合艦隊司令長官に任命したことはよく知られている。これは大臣の任命権を行使したものだが、当然ながらミスも山本から相談を受けていると考えられている。さらに東郷が戦死した場合を想定して、片岡七郎や柴山や八郎公認候補として、 上げてみたり、ミス自身を含めた、戦隊司令官の人選を推進したりした。司令官それぞれに個性があり、理想的な人事は難しい。特に、ソや万有の機質がある、上村彦の城は、積極攻撃に特化した第二艦隊司令長官には、最適だが、部下の司令官どころか上官の統合にも嫌われていた。ミスはあえて上村率いる。 第二艦隊の主力隊である第二戦隊司令官に名乗りを上げ、ウルサン沖海戦で干渉するまで、ロシア艦隊に翻弄されて、干渉を起こす上村の罵声を受ける役目を買って出た。公開海,海戦、ウルサン沖海戦で、ロシア艦隊との直接戦闘を終えた、明治三十八年一月の紹介制で、ミスは中将に昇進するとともに、統合直轄の第一戦隊司令官に転任し、 日本海海戦に参戦した。この時、ミスは第一戦隊の新狩りを務める日清に同乗した。海戦序盤、日清は、機関、三笠に次ぐびただしい敵団を浴びた。戦隊司令部員、日清幹部の多数が戦死した。ミスも、間近に着弾した弾丸の破片を浴びて、左目を失明した。この負傷を機に、海軍の独眼竜とミスは呼ばれて称賛された。 石眼の猛将、山地源氏陸軍中将のあだ名が、毒岩流だったことになぞらえたものだが、当時の医療技術では鼻腔に刺さった断片を除去できず、自然に落下するまでの十数年間、ミスを岩科、自鼻カ系の後遺症で悩ませ続けた。日露戦争の勝利とともに、海上生活を終え、明治38年11月に、海軍教育本部長、 明治39年に旅順口陳府司令長官、同年11月に海軍軍令部次長を歴任し、日露戦争の選考により、明治40年9月、断釈に除せられた。明治42年に現場を離れて、召喚会議議員へと降りたが、日露戦争のために未完成だった舞鶴陳府の整備を再開するため、明治43年に臨時建築部長となって、 マイズルに渡った。明治44年1月、最後の任務となる、マイズル鎮守府司令長官に任じられた。マイズル鎮守府の管轄区の中に、ミスの故郷である彦根など、滋賀県も含まれている。海のない彦根に直接足跡を残すことはなかったが、偶然とはいえ、海軍生活の最後に、郷土の後輩と共に1年半の任期を過ごせたことは、ミスにとって幸いなことだった。 大正2年9月、大正昇進を選別に、召喚会議議員に振り、翌年12月1日に予備役編入されて引退した。大正10年12月24日、66歳で没した。死に際して、禁止勲章の授与はなく、引退直前の大正昇進が、最後の社会的評価となった。ありがとうございます。